見つけた。あの、すみません。また小さな女の子が。この世界では幼い子供も空を飛べるんでしょうか。あ、はい、私でしょうか。時空管理局嘱託魔導士高町菜の葉です。次元渡航者の方でしょうか。管理局、名前からしてこちらの司法組織でしょうか。こんな小さいのにもうお仕事。聞こえていらっしゃいますか。言葉通じてますでしょうか。あ、つい自分一人の考えに。すみません、言葉は通じています。よかった。お手数ですが、ちょっとお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。正規の渡航者でない場合はこちらでご案内をしないといけませんので。ご丁寧にすみません。ですが申し訳ありません。今はちょっとお役所仕事にお付き合いしている時間がないもので。え？でもそんなにお時間はかかりませんし、安全のためにも。何分事態は急を要していまして、問答をしている時間も惜しいのが正直なところなんです。現地の方やお役所の皆さんにはなるべくご迷惑をおかけしないよう立ち回ります。見逃していただくわけにはいかないでしょうか。お急ぎの理由も含めて聞かせていただければご協力できることもあるかと思うんです。さすがにちっちゃくてもお役人でいらっしゃいます。得体の知れない来訪者に融通を聞かせる理由もありませんよね。そういうことでもないんですが、すぐ済みますからちょっとお話を。一身上の都合により逃走させていただきます。待ってください。キャンバーレディフェイズ1エンゲージ。ヘイヘイヘイザアタックヘイアクセルシェイクボスイッパッカね。こっちは面白くありません。この子ってば、なんて戦力。アミティエさんですよね。アミティエフローリアンさん。親しい人はアミタと呼びますが。アミタさん、私は
時空管理局の嘱託魔導士高町菜の葉です。みんなは菜の葉って呼んでくれます。菜の葉さん。はい、アミタさん。菜の葉。ユーノくん。あ、こちら私の魔法の先生ユーノくんです。こんにちは、ユーノスクライアです。あなた方はいい子たちなのかもしれません。そんなお二人のお話を聞いてあげられないのはとても心苦しいんですが、私と妹にはそれ以上に時間がないんです。限りあるエネルギー、こんなところで無駄遣いするのもきついんですが、あなたの戦力を評価して。あの、アミタさん。全力にて逃走します。アクセラレーター、トーン。消えちゃった。追いかけなきゃ。また現れやがったか。さっきから本当に何体も何体も。あの何の話ですか。うっさい偽物、いちいち紛らわしい姿で出てくんじゃないよ。ロッテ、話しかけちゃダメよ、偽物はさっさと。おう、ヨアリア、コンビネーションで片付ける。ちょっと待ってください。チャンバーレディーフェイズ1エンゲージ。ヘイトリアテレイザーアタック。アクセルシュート。一発だーで構える。ヘイハッハッシュート。ハッハッか。自分たちが遭遇することになるとは思ってなかったけどね。私はかけらじゃなくて本物です。どうしてここにいるのかの記憶もちゃんとはっきりしてます。そうか、
確かに偽物連中は言うことやることやたらとふんわりしてたな。そっか、ごめんなのはちゃん、私たちの勘違いだ。いえ、ところでお二人ともどうしてここに？管理局を退職してグレアムさんと一緒に静養されてるはずじゃ。うん、今は単なる民間人のはずだったんだけど、一昨日から緊急事態だからってレティ提督に引っ張り出されてきたんだよ。緊急事態？内容秘密の特殊任務、遠隔地での出来事だし、ナノハちゃんやあの子には伝えないようにって言われてたんだけど。そうも言ってられない状況にはなってきたのかな。こっち側でもいろいろトラブってるみたいだし。そうなんです、マテリアルの子たちが出てきたり、異世界からの渡航者がいたり。マテリアル？見た目はナノハちゃんたちの色違いの偽物って聞いてるけど。その子たちが蘇っちゃってまた悪さをしようとしてたり、銃を持った異世界渡航者のお姉さんは事情も聞かせてくれずに逃げちゃうし。そりゃまたそっちも苦労してんだな。あ、すみません、私は今異世界渡航者のお姉さんの追跡中なので追跡に戻ります。説明は通信でおいおい。あ、うん、誤解で引き止めてごめん。いえ、では行ってきます。ナノハ。はい。私たちがこっちに来てること、あの子やあの子の従者連中には伝えないでおいてくれない？ちゃんやシグナムさんたちのことですよね。いろいろあるんだよ、できる範囲でいいからお願い。わかりました、できる範囲で努力します。それでは。私たちの事情とか私たちのやったこと、ナノハも知ってるだろう。ヤガミや従者たちにひどいことをしたって。あの子たち自身にもひどいことしたわよ。なのに変わらないのね、あの子は。そうだね。なんだこれ、転送反応？普通の転送じゃない、明らかにおかしい。これ、ナノハたちが向かった方じゃ。ここは、町の上空？手伝いよ。にゃっ、止まった、よかった。これは一体どういうことでしょう？わからないです。状況を整理しましょう。私とビビオさんはついさっき学校が終わって、リオやコロナと一旦別れて、それでいつもの練習場へ行こうとして、突然頭上が光ったと思ったら、いきなりここに飛ばされて、今空の上でなんとかふわふわ浮いていると。あー、整理してもさっぱりなんだかわからない。落ち着きましょう。まずはここがどこなのかです。飛ばされた時はまだ午後の浅い時間でしたが、
夜ですよね。街並みが見えますが。ミッド中央区の風景ではないです。別世界でしょうか。あれ、この風景もしかして。そうだよクリス、ここ海鳴り市の上空だ。それってビビオさんのお母様の故郷の。そうです、第97管理外世界地球。なんでこんなところに飛んできちゃったんだろう。あ、でも大丈夫です。海鳴り市なら知り合いもいますし、ママのお友達のお家にはミッド直通のゲートがありますから、すぐに帰れます。そうですか、よかった。でもまずは人目につかないように地上に降りないといけませんね。ですね。ティオ、どうしたの？接近警告。大きな魔力反応が近づいてきている。今の海鳴り市に魔導士は常駐してないはず。何かおかしいです。ビビオさん、念のため。はい、セークリッドハート、アスティオン、セットアップ。準備完了。注意していきましょう。こっちに向かってくるのは。ビビオさんのお母様？誰かいるのかなと探してらっしゃる。ご自分のことだとは微塵も思っていらっしゃらない。あ、綺麗な瞳だな。青と紫で色違いなんだ。それ以前に今のビビオさんより年下のご様子。変身魔法ということでもないでしょうし、まして他人の空似というわけでも。あ、すみません、こちら時空管理局高町菜の葉です。ちょっとお時間よろしいでしょうか。あ、はい。やっぱりご本人。地元の方ではないですよね。管理世界の方ですか？あ、そのミッドチルだから。こちら管理外世界です。渡航許可はお持ちですか？よろしければちょっと。も、持っていません。どうしてここに来たのかもよくわからない状態で。あら、それはお困りですよね。ではちょっとあちらで詳しいお話を。アインハルトさん、大変です。こちらは今ユーノ支所長と会ってるんですが、ここはどうやら13年くらい前の過去の世界みたいです。やっぱりこちらも今ビビオさんのお母様と遭遇して事情を聞かれている最中です。未来の人が過去の世界に影響を与えると未来が変わっちゃうかもしれないって。だからアインハルトさん、ここは逃げましょう。なるほど、わかりました。よろしいですか？申し訳ございません。ちょっと事情がありまして。すみません、失礼させていただきます。ダメですよ、危ないですから。
われちゃう。慣れない空とはいえ、私の覇王流がまるで通らない。空でのこの方は本当に強い。すごい格闘技ですよね。ユンハとお名前聞かせていただいてよろしいですか？ベルカ・コリュー・カイザー・アッツ・ハイディ・エス・イングバルトと申します。あっ、カイザー・アーツのハイディ・エス・イングバルトさん。改めまして、時空管理局嘱託高町菜の葉です。ディオ離脱します。一瞬子猫が見えたけど、あれがあの人のデバイスなのかな。ナノハ、大丈夫？お、ユノ君、こっちは大丈夫。なんだか不思議なことあったんだけど。うん、こっちも。ハイディ・イエス・イングバルトさんって人。イングバルト？それ古代ベルカの王様の名前だけど。格闘技系の人でカイザーアーツって技を使ってた。やっぱりなんだかよくわからないことが起きてるみたいだね。うん、とりあえず気をつけて追跡を続けよう。ご無沙汰しています。復活したんだよね。元気だったって聞くのもなんだか変かな。おかげさまで、あなた方に撃破されて以降はぐっすりと。3人で復活してまた何か悪だくみ？砕けぬ闇の入手は我々の存在理由の最も大きな要素です。それは周りに迷惑がかからないことなら手伝ってあげたいんだけど。そのあたりはどうも私には責任が持てそうになく、詳しくはディアーチェに聞いていただければと。あ、三人とも名前あったんだよね。私はシュテル、水色がレヴィ、我らの王がディアーチェです。シュテルにレヴィにディアーチェ、かっこいいね。光栄です。私の名前は覚えてくれてる？覚えていますよ、高町菜の葉。実のところ、あなたとの再戦を楽しみにしていました。本当に？それはちょっと嬉しいかも。あなたの能力のコピーを超えて、私は私として王のためのデストラクターとしての力を手に入れました。消滅の力、受け止めていただけますか？いいよ、全力でやろう。キャンバーレディーフェーズ1エンゲージ。シャーッ、ナイスター。えい、捕まえた。大バスター。えい、ファイヤー。キャーッ。えい、パイロシューター。アクションシューター。エンジン、エンジン。
全力全開スターライトブレイカー どこまでだって勝利。うん、いい勝負だった。やはりあなたは強いですね、ナノホ。ありがとう。シテルも強かったよ。新しい魔法すごいね。お褒めいただき光栄です。ですがあと一歩あなたには及びませんでした。ううん、今のは運が良かっただけ。許されるのならあなたとずっと戦っていたいのですが、そうもいきません。私の方もちょっといろいろあって。あなたたちの心配は我々が婿の民に迷惑や被害を出さぬようにですよね。それについては私は遵守しますし、レヴィやディアーチェにも念押ししておきましょう。うん、ありがとう。でもね、一応一緒に来てくれないかなって。すみません、それはちょっと。我々の目的を果たし終えたらまたご挨拶に伺います。それあ、待って、シテル待って。アミタさんに、シテルたちに、リーゼさん、なんだか大変なことになってるのかな。